皆様、こんにちは。今日は2020年12月12日土曜日です。今年10月の動画で言えましたが、日本の半導体の大先生、坂本幸夫先生社長ですが、半導体を復活させようと、絶対に負けないと言って、中国の企業に雇われました。中国の思考グループ集団ですね。 思考集団、紫の光る、えー、というふうに書いてありますが、多分もう無理ですね。中国の借金の話ですが、大変な状態です。ソネ電機という電化製品の販売店がありますが、オンラインショップもあります。日本のビッグカメラのレベルには無理ですが、一応目指しているというのは日本のビッグカメラです。これを、えー、ソネ電機ももうダメなんですね。 中国のいろんな企業はもう危険の状態です。借金が多いから経済が少し落ちると痛いです。でも、経済が継続的にある程度まで落ちると、今までの借金の返済っていうのはできなくなってしまうんですね。つまり、債務の違約と言います。お金を借りた時ですね、返済の約束はもう守ることはできないという意味です。ある意味、契約違反です。 先月11月からどんどん出てきました。今までは国営企業がメインでしたが、不動産の企業などですね、製鉄所などですが、しかし今月は大手企業ですが、製造業ではないんです。12月10日、おとといでしたが、試行集団は発表しました。2つの債務、違約をしましたと、返済不能です。1つは国内です。1つは香港です。 中国の国内では50億元約850円の、えー、債券です。5年間の債券ですが、利息は5.2%でした。指行集団は12月10日までにこの債券、つまり借りたお金の利息を支払う義務があります。でも、この利息を支払うことができないと発表しました。 2.6億元です。約40億円の利息ですが、利息ですら出せない状態ですね。香港の思考集団は4.5億アメリカドルの債券を発行しました。利息は6%でした。元金と利息の返済は不可能だと発表されました。ニュースは以上です。 思考集団っていうのは中国の北京にある北京大学の次に有名の大学、清華大学の参加であるいはこの学校が作った思考集団です。11月16日に初めての返済不能だと発表されました。同時に初回の発表でした13億円の債券です。約200億円です。利息は5.6%です。 これも元金も利息の返済は不能だと言いました。今回は2回目です。おととい発表されたのは国内、香港の債券は海外向けですからメンツはもういらないという意味ですね。つまり、思考集団はもう倒産すると思います。倒産する気満々ですね。これを見て、もう隠す気持ちもないんですね。 北京の空港を利用された方は見たことあると思います。えー、その、レールですね。電車を乗るんで,ですけれども、あの、国、えー、大法制というファンダと言いますけれども、北京大学の参加で作った企業です。同じく倒産しました。思考集団は大きい企業ですね。 チップ、ハードディスクなどを開発、生産しています。倒産する原因はいっぱいありますが、しかし、負債が多いっていうのは、やはり拡大、拡張していくからですね。中小企業を買収しました。でも、やりすぎです。後遺症になりました。そして、債権を依頼して、債、え、権、ー、に依頼しています。 元々は聖火志向と言いました。その後名前を変えました。志向集団となりました。聖火志向なら聖火大学だとはっきりとわかりやすいですね。大学の企業ですが、他の国内の企業よりは有利です。なぜなら、ピッキーの大学でも聖火大学でも世界を見ているからですね。 世界を見る目を持っているということで、国内にある普通の企業は見えないものを見ていました。つまりチャンスが多いですね。次は政府からの支援をもらいます。この2つの大学は北京にありますので、政府から土地、資金、機会をもらいます。 2000年前後でしたが、中国はこれからデジタル世界に社会になっていこうとしましたが、この2つの大学は海外を見ているということで、海外のものを真似していました。成長は早いです。でも、欠点もありますが、学校ですが商売人ではないんです。商売が下手です。企業家が企業を経営するではないんですね。破綻するのは時間の問題です。 でも今まで儲かってきているわけですからお金を持っていますね。どんどん消耗していく最後は破綻します。時間がかかるだけですが。もう一つの特徴があります。学校の企業です。 有名校の企業ですが、内部の人間関係どころか内部の構想、競争が激しいですね。勤務時間の80%が人脈作りです。利益での構想です。真面目に仕事を研究をしないんですね。まだあるのは内部のネズミです。 やはり自分の企業ではないんですね。できるだけ物を盗むっていうのは文化ですね。国営の企業ですから盗むのはもう普通のことですね。つまり破綻は2つの原因があります。1つは経営がダメです。政府からの支援、援助があるにもかかわらず倒産です。真面目に経営する気持ちがないんですね。そして真面目に経営を考える余裕もないんです。 もう構想、ね、あの勝負、人間関係の勝負ばっかり考えているので、そんな余裕はないんですね。学校の企業の偉いさんは公務員ですね。党に信用されて、この企業、あるいは学校のリーダーになっていますが、みんなクズですね。でも、言っている言葉は綺麗です。に、上司はこれですから、大株主も学校です。でも、運営は できないんですね。下は調子を見ますから、みんな適当にやります。雰囲気がこれなんですね。以前の動画で、中京はこれから頑張ろうとします。莫大なお金を出しました。これから自分でチップを作ろうとしました。そのお金はどこに投資しましたが、この思考集団に投資されました。たくさんのお金をもらって、しかし今は倒産ですね。 3000億円を超える規模でしたが、50兆円以上です。2ヶ月、もうね、違いますね。もうすぐ出てきましたね。思考集団は元気よく発言しました。日本のチップの創業者、代表の協力を得ましたと。これから独自でチップを開発して製造しますと。かなりの人は元気になりました。 二ヶ月でこれになりましたね。問題は二つあります。一つ、皆様もご存知のように、科学技術への投資というのは、利益の回収はかなり時間がかかりますね。周期が長いんですね。そして、一回、二回の投資ではダメなんですね。継続的に投資していきます。でも回収はなかなかできません。もし、企業を あるいは、その第三、第四の企業を買収するなら、回収が早いですね。お金を出して、この企業を買収して簡単です。最初は利益はやはり儲かります。でも同じく、投資していかないといけないですね。投資しないと、その買収された企業の競争力も落ちてきます。投資しないと、回収するのは時間がかかりますね。 投資しても同じなんですね落ち着いて少しずつ一歩一歩前に進むというのは大事なんですがやはりその落ち着く心がないんですね。 一家の投資で半年で利益をもらうっていうのは、やはりそのね、今のチップの業界、価格技術の業界ではダメなんですね。当時、思考集団は台湾のチップ製造メーカー TSMC を買収しようとしました。でも無理でした。そして、台湾のチップに関係する企業を買収しました。でも買収しても利益はなかなか出ないんですね。投資はします。 でが、えー、でも利益は出ない。投資はしないと成長はしない。買収して養わないといけない。仕方ないから債券を発行しました。思考集団の後ろに、やはり政府が後ろに立ててくれるので、債券を発行してもすぐに買ってくれました。ただしですね、借金するのはいいんですが、いずれは返さないとダメなんですね。経済が落ちてきています。 もう返済ができなくなってくるっていう意味なんですね。次は、もっと分かりやすいと思いますが、ソネ、電気ですが、中国には2つの大手電化製品販売店がありますが、もう1つは国の美、えー、国美、電気ですが、国内の電化製品っていうのは競争がかなり激しいですね。もう液晶テレビでしたら、もうどん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 安くなってきていますね。値段の競争なんですが、 サービスの競争はあまりにしないですね。値段での競争なんですが。電化製品もそうですが、物を見に行ってですね、実際に買うのはネットで買ってしまうんですね。これが普通のようになってきています。つまり、電化製品の販売手の利益は薄いです。でも、値段を下げて、たくさんは売れます。でも、利益は薄いです。電化製品ですから、商品の単価が高いんですね。 エアコン、冷蔵庫、洗濯機とか、やはり単価っていうのは高いんですね。不動産、自動車の次ではないかと言われてありますが。つまり、このソネ電機はあまり儲からないんですが、でも手元に資金、お金、現金ですね、いっぱい持っています。やはり電化製品ですからですね、お金の流れっていうのは、その代金がずっと流れています。でもあまりは儲かっていないです。 投資をされている会社、お店を経営されている視聴者の方はご存知でしょうか流れているお金はどんどん流れている、流れていくなんですが、回っていきますね。自分のお金ではないんですね。でも時間が経ってしまうと自分のお金のように感じてきます。でも、自分のお金ではないんです。でも、実際的には自分の財布の中で流れているのですね。 例えば、毎月資産の流れているお金は100万円です。仕入れが50万円です。売上は50万円です。合計は100万円です。現実的にはこの100万円は使っても実際的には怖くはないんです。 なぜなら、電化製品が倉庫にありますから、売れていますので、お金がずっと流れている、動いているからですね。これで、この社長は考えました。投資をしました。アリババと付き合いました。アリババの株を買いましたが1、1%です。アリババの社長、ジャック・マーが、 同じお金を出し出してですね、このソネ電機の株を買いました。アリババはやはり大手ですから1、1%の株にですが、でもソネ電機はやはり小さいですから、ジャックマーはこのソネ電機の大株主となりました。ただ、ソネ電機の社長とアリババのジャックマーは仲がいいんですね。 これでアリババの株が上昇しました。ソネ電機は中国の、やはりお金がね、お金持ちのようになったという気持ちになったと思います。中国の不動産の企業に投資をしました。一つはバンダイと言いますが、もう一つは先月行った、えー、そのね、不動産なんですけれども、フンダと言いますが、 もう、潰れると、政府に言いましたが、もし、この不動産ですね、政府に威嚇しました。もし上場させてくれないと、借金の返済はできなくなるよと言いましたね。政府を威嚇しました。新鮮での話ですが、やはり今の不動産は、なかなか売れないっていうのが現状なんですね。トネ電気の問題は、お金の流れなんですね。たくさんの投資をしました。これで、不動産などに投資をしましたけれども、 お金が返してくれないんですね。これでお金が回らなくなってしまうんですよね。これで崩壊する存在です。先週でしたが、すべての株をジャックマーに担保して、やはり友達ですからね、担保にしてお金をですね、ジャックマーから、えー、借りましたと、えー。立ち直しできるかどうかは、今のところは、えー、まだわからないのが現状なんですね。 坂本先生には申し訳ないんですが、やはり中国を期待していたでしょうけれども、あの、中国もね、坂本先生来ていただいてですね、これからチップを頑張ろうとしましたけれども、やはり残念ながらですね、やはりあの中国の企業ですから、 あの、真面目にできないんですよね。やはり中国はですね、あの、大きく大きく拡大していくのが、あの、文化なんですね。すべてですね、自分でやろうっていうのが中国の文化なんですよね。なので、中国では商社とか、あの、商会とか、そういったものはね、あまりないんですよね。例えば、あの、その製造業であっても、中には貿易部署とか、通関する部署とかも出てくるんですよね。で日本の 日本の製造業でしたら、あの自分が、ね、真面目にものを研究して、新しいものを研究する、そしてあの商品の品質を守る、ウ、えールというのは基本は商社を通じてですね、あるいは通関も、えー、そういった通関業者にお願いしてあの、やってくれるのが現状なんですが、中国の企業は何でもかんでもすべて自分でやろうというのがあの現状なんですね。 やはり大きく大きく成長していくのはえそうなんですけれども、ちょっとね、お金を動かす、ちょっと利益を動かす、儲かりたいえっていうのもえ当然ですが、そのつもりでもありますが、みんなで協力し合うっていうのはそういう気持ちにはなってないんですね。 で、日本の商社はですね、やはりあの、その商社、物を売るだけではないですからね、あの、提案もしますからね、いろんなもの、商品を取り扱っているっていうわけですから、この会社が、例えば、このものがありません、足りませんでしたら、その商社が考えてくれますので、考えてくれる時もありますので、これがまだ後日に話をしたいと思います。これが中国の企業と日本の企業の違いではありますが、 例えばですね、今年の11月ぐらいからですね、どん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 そういう企業は出てきましたが、前の動画でも言いましたが、BMW ですね、あとはワーゲンですね、BMW の企業はもう潰れましたので、でこれからは違う企業が、ドイツの BMW と連携して製造していこうとしていますが、 まだ結果というのは出ていません。えー、これからも倒産する手続きを組み直しとかやっていきますので、まだそこまで早く進進んでいないですね、えー。あと先週のワーゲンの話ではありますが、やはりね、あの、中国では生産は、まあ、停止るっていうことですね。一時停止ではあるでしょうが。もちろんですが、中国の自動車もですね、あの、問題起きていますけれども、 あの、やはりですね、難しいんですよね。これが、これからどうなるかは、あの、景気は、あの、中国の政府は当然ですが、自分の国はですね、あの、豊か、あるいは、自民は幸せ、えそして、国の景気が良いと、えー、宣伝しますけれども、現状っていうのは、やはり、これが現実なんですね。あの、これが結果なんですね。昨日も動画で言いましたが、その石炭を買うお金ですら、なくなっているぐらいですからね。 もう大変ですね。 コメントではありましたが、上海でタクシー乗ったことがあります。人生で一番怖いドライブでした。あれは普通なんですね。何年前かわかりませんが、中国ではですね、あの、みんな自分で、えー、自分で運転しますけれども、例えばですね、自分で運転しますが、運転手はですね、タクシーのドライバーさんも同じですが、自分の運転は自分の道を走る。なので、周りを気配りというのはしないですね。自分だけの道を走っているわけですから、あの、 気をつけないといけないですね。ある意味ですね、あのそのすごいと思いますよ。みんなやはりですね、あのなんていうんですかね、周りをねあの見ながら。 実は見ながらやってるんですよ。やはり急にね、あの、その、ほ、あの、途方車も出てきますので、それでもね、事故が多いんですよ。でも、事故が多いんですけれども、この状態においてもやはり少ないんです。あの、それもね、また、これからですよね。しょうがないですね。でも、すごいと思いますよ。あの、すごいっていうのは、あの、それで、これでも運転できるっていうのがすごいじゃないですか。すごいですね。雪もね、あの、 スタートレスタイヤは多分、多分じゃなくて高いだけですね。あんまりお金を出したくないからですね。あのチェーンをつけたくないですし、そうすると空気をちょっと抜いてですね。あ、ちょっと残すって言うと、言った方がいいですね。ちょっと残しておいて、あの、運転できると。滑りながら運転もできるんですよ。それはまだすごいですよね。あの、あ、もうしょうがないですね。 はい、今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。